はあ、これで、うん、そうですそうです、完全並び。ああそうですか。しかもなんか楽しそうなハイパイだ。さあ鈴木の点数が10万点を超えてきました。そしてニーツがラスに落ちました。これはニーツこのままの点数のラスはまずいですね。まずいですね、はい、とりあえずラス抜けして、はい、すると近藤さんも2人とも買わせるという、おーなるほど、可能性が出てくる。鈴木達也と近藤の差が まだまだ71ポイント、ね、まだ大きいですけどね、はいはい、50ポイントぐらいですかね。50ポイントぐらい、はい、それでもあと50ポイントですか。確かに首位まで狙える位置まで来ます、ね、はい、100万一発で100万ツボ一発で。いやただこのね、ツボなくてもいいのか、はい、この3人麻雀グランプリ、まあ、あの第6戦では100万がその1戦の間に2回出たり、うん、まあ、もう今シーズンといいますか今大会では100万戦3回出てますからね、うん、さあただニーツもここはピンズに染めてきています。あ、近藤さんからも字が出ない。なるほど。おお、ただこれでただいいシャンテン、手広いシャンテン、ピンズたっぷり山にありますからね。すぐにでも転敗しそうな、これは転敗にはならない牌です。1通まで見るのか、パーピンとか、ただつもぎりが良さそうではありますね。パッと周りを見渡すと、日産から見えないですけど、いつまでつけに行った、そうなんですよ。この打点と上がりやすさのバランスが難しいですね、はい、こちらもピンです。おお、ただこれは最高の形、リーチです。サブローピン、いいピン。おー、鈴木達也もリーチだ。イスチーソー、これイスチーソーも強いですね。そうですね、川にある分しか。ああ一発掴んだ、すごい。リーチ一発ドラドラ、1万2000は1万5000。本当に周囲が見えてきた。いやー鈴木達也が大爆発。ここまで上がっているのは全て鈴木達也です。